はい、お車拝見、第9弾です。次のお車こちら、はい、懐かしい、平成2年式フィガロ、日産ですよね。バブル当時、何台か出た、日産のこういうクラシックっぽい車の中の何番目？ B1 が最初で、その次エスカルゴが出て、ファオが出ましたね。あ、ファオってありましたね。ファオが出て、でフィガロが3番目ぐらいですか。はい、はい、オーナーの井野さんでございます。本日お世話になります。よろしくお願いします。所有してまだ2年ほどだそうでございます。どういう経緯でこちらをお求めになったんでしょう。まずデザインが可愛いっていうことと、うん、それと維持するのにエンジンが先進しっていうことで経済的なんで、結局エンジン自体はマーチのエンジン。そうですね、マーチのターボがついてるエンジンで、ね、ターボなんですか、はい、これ、じゃあ馬力的には十分この大きさの車にすれば、ただどっちかというとターボが効いてる時はパワーがあるけど、ターボが効かない時はちょっとね、リッターかそんな弱いですね。で、これはあれですか、オートマーですか。はい、確かマニュアル設定はこの車種はもともとないですよね。はい、うん、オートマです。内装も綺麗です。で、これの特徴的なのは、これはオープンっていうか、なんて言うんでしょうね、ルーフの感じがね。オープンカーですよね。一応屋根は開くようですね。ただ手動式だそうですので、ちょっとやってもらいます。はい、で、うん、ここは屋根が入るだけのスペースですね。おうおうおう、リアウィンドウ、リアウィンドウこれガラスですか。熱線入ってるからガラスですね。はい、じゃ結構重さはありそうです。もうそれで押し込む感じなんだ。おお、でもこれだったら結構ね、はい、ルーフの広さもあるし、オープンですね。爽やかな時にはすごい気分いいですね。ね、でちゃんとこのなんだ、ここ残るから、はい、ロールバー的に安全でもありますしね。本当に内装がおしゃれです。まあ内装は、ね、この車は走りをうんぬんいう車じゃないから、あ、そっか、一回りちょっとぐるっと回ります。こちら側からもうデザインもこうエンブレムもかっこいいです。これは塗装はあれですよね、多分前のオーナーの方がやってると思うんです。一度ぐらい直してますかね。そうですね、これでもだから平成2年だからもう30年は経ってるわけですもんね。そうですよね、このクオリティのまま残すっていうのも大変だろうし、うん、もう一度この辺ももうやっぱりお金のあった時代のデザインですよね。そうですね、もうこういう少ない車種でもこれだけのデザインができたっていうのはすごいことだと思いますよね。こういう時代また来るんでしょうか。エンジン見ますか。はい、じゃあ開けてください。すみません、お、これは後ろ空き。はい、珍しいですね。あ、本当だ、赤ヘッドのターボエンジン。車重が重たい分ターボのエンジン積んだんでしょうかね。そうですよね、うん、先進 C のままじゃあれだと思って、ターボや B1 から比べるとかなり重いですからね。うん、だこれ当時のなんだっけな、マーチターボのエンジンですもんね。はい、それを利用したんですよね、うん、でも当時のエンジンとしたらやっぱり
あれですね、ギッチギチですね。そうですね、うん、やばい、デザイン先行したせいであれなんだろうけど、まあ、この辺にやっぱりあのデザインとわざわざターボを収めた苦労が伺えますよね、はい、一応日産で販売されたんですけど、製造は日産の子会社の高田工業というところが製造はしたんですよね。抽選で8000台だったんですけど、まあ、この車自体はね、あまりの希望者が多いんで結局最終的に2万台作ったんですね、はい、それを2万台は全部高田工業が製造したという話は聞いてます、ね、はい、はい、じゃあ内装をちょっと見させていただきます。あ、どう面白い、ここに見てください、はい、奥に爪があってこれを引くタイプ、ああでもドア自体軽く開く、はい、結構厚みもあるドアですね。この車の自慢の一つが、ええ、シートが新品なんですよね。実は新品、ええ、えその何、2年前に手に入れた時に手に入れて、うん、オークションサイトを見てたら、はい、新品のシートがたまたま倉庫に、あの車屋さんの倉庫に寝てたっていうのが出てまして、ええ、で私がこれでシートを落札して新品のシートに交換したんですよ。ああ、じゃあ車と同時じゃなくてシートが後で見つけて、はい、これ当時のまんま新品です。これ革ですよね、合皮じゃないですよね、匂いが革ですもんね。リアシートは当時もリアシートも新品だったんですけど、荷物がこの上に乗ってたんで、ああいう跡がついちゃって、どうしてもね、跡がね、本物の革だと余計にそうですよね、これなんかは、ね、当時タイヤが乗ってたんですよ、うん、タイヤのなんか、はい、山がですね、タイヤの汚れが落ちなくなっちゃって、あ、間違いなくシートはその新品の証だっていうことなんですけど、すごいいい匂いです。お金かかってます。このラジオ一つにしてもカセット、もうこれのために作ったっていう、そうですよね、ですよね、当時のクラリオン製ですがね、だから、2万台しか作ってないとすればこれ2万機しかないわけですもんね、はい、電化製品としたらとてもお金かかってますよね。結構オークションサイトでも高値で取引されてるらしい。あ、工芸品っていう感じですよね、はい、うん、職人さんの技で、ハンドル一つ取ってもなんかこの真ん中のね、そうですよね、ボタンもこれなんか尻尾焼きみたいなね、はい、あの凝り方で、おー、キーノ、はい、こちら別にあのこの車の名前じゃないんだよね、フィガロじゃないですもんね、私の名前、オーナーさんのお名前からこれオリジナルで作ったってことですか。いや、実は当時日産自動車に日産ティーノという車がありまして、はい、そのパーツをあの取り寄せて、はい、自分で流用した、またまスペルが同じだもん、伊野さんの伊野で、そのお名前の上地さんのティーノ字、はい、私個人的にはデザインがなんとなくイタリア的なんで、イタリアのイメージをして、ちょうど、ステッカーもみんなそういうのがあったりして、ね、ちょうどいいこの字体ですよね、車に合う感じですよ。これはご自身でつけたやつ。これはフィアットチンクエシェントのやつを購入して買ったんです。うん、これ一つで外車っぽく誤差が随分上がりますよね。はい、はい、それじゃあちょっと走りに行きたいと思います。とっても今までの2台からするとおとなしい乗り方。はい、それじゃあお願いします。よっ、あ、ベルトも白い布。結構内装おしゃれ。おしゃれですね。すべてにこだわりが白。はい、お願いします。おー、なんか本当に外車感がありますよね、この内装ね。はい、ここだけ映してたら何の車種だかわかんない。
産の N マークどっこにもないですもんね。そうですね、うん、これはだから、ね、フィガロっていうメーカーの車っていうイメージだって。はい、ね、トグルスイッチもだっておしゃれですもん ね、 これね。そうですよね。こんなのって純正のこんなトグルスイッチ初めて見た。精一杯こうレトロ感を出してるんじゃないかと思うんですよね。うん、でもレバー配置はやっぱり日本車なんで、はい、右がウインカー、はい、ですよね。そうですね、うん、わざわざ左ウインカーにするようなことしないですよね。はい、おう、ちゃんとターボですね。ああ、十分な速さだ、はい、ですね。あのエンジンも元気だし。ね、でオートマだし、普段乗りに十分ですね。そうですね。一応エアコンも効きますよ。ね、この広さの分後ろは、ねね、犠牲になってますけど、ね、ちょっとねあれですけど、まあこれでファミリーカーっていうのはなかなかないでしょうし、はいはい、オープンだと毎度やるこのスタイル楽しいです。若干風は巻き込むなこの車は。ここのせいかな、これがあるせいかもしれないけど、若干風のね入りはするけど、その分涼しい、はい、うん、まるきりあのルーフで抜けちゃうよりはこのぐらい入った方が今日みたいなあったかい日はいい感じです。ウェアセンスと合ってて、やっぱり爽やかな人が乗らないとダメですってこれは、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。フィガロでした。日産フィガロ、まあ、日産つけなくてもいいぐらいのフィガロ感がたっぷりある車でした。ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあこれ多分これウィンドウスイッチ貝の形かな。こんなことどこにもこだわりが。あとここドアスイッチもここもこれ、うん、全部にお金かかってます。びっくりです。